オランデーズソースをかけたアスパラガス白アスパラガスとジャガイモのオランデーズソース、ゾエオランデーズソースはバターとレモン果汁と卵黄を使用して乳化し、塩と少量の黒胡椒、または海塩ペッパーで風味付けしたものである。フランスのソースであり、オランダのソースを模したことによる名前と言われている。オランデーズソースはエッグベネディクトに欠かせない食材である。このソースは フランス高級料理の5つの基本ソースの一つである。1651年頃、フランソワ・ピエール・ラ・バレムが草分けとなる著書、フランス料理人でオランデーズソースと似たソースを記述している。新鮮なバター、少々の酢、塩、ナツメグ、そして卵黄を合わせてソースを作る。凝固させないよう注意する。アラン・デヴィットソンは、フランソワ・マランの食の贈り物の ソースあらオランデーズに言及しているが、このソースは、バター、小麦粉、ブイヨン、ハーブが含まれるが卵黄はないため、現代のオランデーズとは関連ないとされる。しかしながら、ラルース料理百科事典、デビッドソンはまた、ハロルド・マギーの、鶏卵は、入荷に全く必要ではなく、バターのみで正しく入荷できる説明簿を引用した。彼はまた、鶏卵を使用する場合でも、 伝統的なレシピで求められるほどの量は不要であると述べた。卵黄とバターを使用するソースは19世紀に現れた。しかしながら様々な文献で最初に知られるのはソースイジニーであり、ビートン夫人の火星特本初版に独身男性向けのオランダのソース及び後続ページのグリーンソースまたはオランデーズベルテのレシピがある。彼女のオランデーズの調理手順は大胆である。 レモン果汁以外の材料をシチュー鍋に入れる。鍋を火にかけて混ぜ合わせ続ける。十分に煮詰まったら沸騰しないように火から離す。オランデーズソースを作るにはいくつかの技術と練習が必要となる。きちんと作れば全く分離しない滑らかでクリーミーなソースになる。味はリッチでバターの風味豊かか、レモン果汁と調味料を加えることで口当たりが良くなる。 料理に添える際には温かいのが理想。いくつか調理法があるが、いずれも泡立て器などでコンスタントにかき混ぜることが必要である。材料の分量は卵黄1に対しバターが55から8 5ム。レモン果汁は好みでスプーン1杯までである。金属の泡立て器と底の薄いボールを用意する。ボールに卵黄とレモン果汁、またはビネガーを加える。鍋に お湯を沸騰させ、その鍋の上にボールを置き蒸気で加熱しながらかき混ぜ、泡立てていく。とろみがつき色が明るくなったら、加熱をやめ、溶かしバターをかき混ぜながら、ゆっくりと少しずつ加えていき乳化させて、マヨネーズ状にしていく。仕上げにレモンジュース、塩、胡椒、海塩ペッパーなどを加え味を整える。好みの量や温度に調節する場合には水を加える、方法もある。 他にはバターを固形のまま加える方法やミキサーを使った方法、全卵を使用した方法もある。いずれにしても温度管理が重要であり、温度が高すぎると黄身は固まり、低すぎるととろみがつかない。一度卵にとろみをつけたら、バターが液体になる温度より温度を上げないようにするべきである。ソースは保温すれば、数時間は分離せずに保存できる。ありがとうございます。